劇作家の重信です。演出家のドギです。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、どうする？イエス第38話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、もういよいよ。もう徐々にこう、終盤、ね。うん、がね、迫ってきてますね。そうですね。はい。ええー。 なんか、だんだんいろんなところがこう、八方塞がりとは言わないですけど、なんかね、なってきたね。いや、豊臣家の、うん、なんていうんですかね、こう映画にこう限りじゃないですけど、うん、ねちょっと見え隠れしてくるっていうところですかね。そううだよねまままなんていうの、ま ただね、その体勢は揺るがないんだけどね、暗いも上がってってね。そうですね。あなんだけどっていうとこだよね。ちょっとしたなんか陰りというか、なんでしょうね。こう、忍び寄る影みたいなのが、ちょっと見え隠れしているっていうところですよね。非常にあるよね。うーん。うーんはーい、いきましょうか。はーい、えー、8分。うん 秀吉さんの今後の展望をこうみんなに伝えるところっていうのがまあ,あるんですけどもなんかやっぱこう秀吉さんがちょっとある種ちょっとこう吹っ飛んだところにいりますよね、うん、あの価値観とか目指すものとかっていうのがやっぱ人回りなんかさ先と言いますか大きいと言いますかなんかその中で 行行われる強い動なかなかあれでこうついていくというか理解できるっていうのがねなかなか難しいんだよねこの辺になってくるとねうん,うんいやでもこれ確かにどうすするの瞬間ですよねうんやっぱり最高権力者だしこれまでずっとまあ成功してた、うん、あの間違ったことない っていう判断が違ったことがないっていう人ですよね。うんうん、とてつもないことを言い始めているっていう。っていうのはやっぱどうするの瞬間ですよね、これね。周りの人たちにとってみればね。そうだね。信長さんもね、あの、うん、世界を見始めるけどね、やっぱね、うん、そういうとこがあるんだな、やっぱな。ええー。うん そうですね。連戦連勝負け知らずず,ずっと伸びてきてる人たちの、いや、果たしてでも次はいけるのかっていう。ね、そうだよね,ね、はいまあ。日本にいる限りあの限界があるっていうね。うーん、まあ。その辺はわからないでもないけども。うんただね、なかなか難しいとこだよね。この辺になってくるとね。いや、そうですよね、えー。はい。で、次が15分。はい。えー、家康さんと石田さんの ですけどまあ、本当のところ戦やばいんじゃないのっていうところに気づき始めるっていう言い方もないですけどもうんそこですよねなんかこう,う、ね、背景のあたる綺麗な交流にはなってるんですけどこう石田さんには石田さんでこう。 もはやもう止めらんない、家康さんもこう立場上っていうところもあ,あってっていう、うん、なんか相手を変えようとする強い行動はあるんですけどっていうところですよね。でもいい演技でしたね。うん、でそれが、まあ、実は本当だったってなって、あのその後のね家康さんが秀吉さんを止めるところ、うん、なんかあのーまあのま、えー、自害を盾に。 止めるところ、うん、最後の、うん、まあそこも綺麗な交流でしたね麗な強い演技あの行動があるいい演技だったと思うんですね、うん、いやこれもすごく繊細なところですよねそうだねうん,うんそうだやっぱりこうなんていうんですかねそうもう,こう秀吉に対して真実を伝えることすらちょっとはばかられるぐらいの権力者になっちゃったっていう ね、そうだね。うん、だからもうほとんど大っぴらには止められないし止めようとしたらだって切られかけるっていうのもあってのことですかね。ね <laughs> 実際切られかけてたもんね。<laughs> <laughs> <laughs> だからやっぱもう命がけもし止めるとしたら命がけだっていうところですよね。うん、はい いやそうなってしまいますよね。うーんえー、で、えー、次27分ですね。はい。あの、家康さんと茶ャさんとの、まあうん、話し合いのところといいますか。まあ、ね、訪ねてきてね。うん、で、やっぱ茶々さんは茶々さんでこう、ね、生き残りをかけた何かだよね、これね。うん。多<分>うん いいや、ね、面白い人物ですよね相手を変えようとするっていうで行動をしているっていうおそらくその背後にはねなんかこう生き残りをかけたというか、うん、良い自分にとってより良い場所をこん、あのー、それをつかむっていうところなんだろうけどこれはもう面白いですよね繊細で強い交流ですよね。うん、うん うね、秀吉にはまあ前田敏夫を頼れって言われながらも、家康、うん、のところに会いに来るっていうところなんですよね。うん、そう。いや、なんかね、まあもちろんなんかあるんだろうけどね、背景、ね、というかね。裏というか、んかね、ある、うんそう。とてつもなく強い何かがあるってことですね。そうだね。秀吉に言われたことを破って、ここにやってくるっていうのは、やっぱりリスクを背負ってるし。 うん、そのリスクを背負ってやらないといけない何かが彼女の中にあるっていう、うんね、すごく面白いですよね。ああ、面白いな。うん,うん。引っかき回してきますよね。そうだね。まあ、あのー、こっちから見るとな。<laughs> ねえ、いや、そうですよね。<laughs> うん、だいぶね、だいぶ来てるけどね。うん いいや面白いですねはいで、えー、34分、はいえー、家康さんと秀吉さんとのこうねまあで茶々さんっていうのをまあ止めに入ったり、まあ、いろんなことをねあの、うん、家康さんがこう秀吉さんにこう進言するところですよね、うん、あのもう本当にある種も自分だけだよねこれねもうね 徳川さんだけなんだろうね、うん、もうこういろんなことを言えたりさ。うん、うん、家康、あの、ねえ、秀吉さんに言えたりするのはっていう、もうだからもう最後の行動ですよね、強い行動、うんね。あのう相手を変えようとするいい演技でしたね。良かったと思いましたね。いや、そうですね。うんそう。まあやっぱ命がけ、家康であってもやっぱり命がけっていうところですよね。うんうん うん。いやうん、私やっぱ秀吉の孤独っていう。まあね。ですよね。ねうん、私ずっとこう出世してきた人だから、こう、もう止まることのない上昇思考みたいなところですよね。いやあるだろうな、うん、だからもう日本では収まらず、ら入りだってなっていくっていうところですかね。 確かにあの途中でさ、元将軍様来てさ、はいあのー、分かんなくなっちゃうんだよとかって言ってたけど、うんまあ、本当にそうなんだろうな。まあ、トップのね、孤独ですよね。トップにしか見えない風景があって、で他の人には見えないから、どうしても理解し合えないっていうところなんでしょうね。うんこのさじ加減もやっぱね、でも難しいよな。うん ね、見えない部分ですからね。あ話を聞きすぎちゃうと、やっぱりこう、うまくいかないじゃん。うまくいかない。<laughs> で、まあ、話を聞か,な聞かないわけでもないんだけど、うん、そういう自分の権力を確立すればするほど、本当のことが分かんなくなっちゃうっていう。そうですね。難しい、ね、この辺はね。ね。あし<ー>かがよしあき。 言ってましたもんねね将軍様が、ねうん、でも確かにそうなんでしょうね。うん、あと、あれはしは、秀吉はこう百姓から成り上がってきたじゃないですか。うん、だからこう、不代の家臣とかが先祖代々使えてる、うん、その右腕、左腕みたいな人たちがやっぱりいないらしいんですよ。うん、だからこう、うん、各家の優秀な人を引き抜いたりしてたら、うん、まあ,あるらしいんですけど、うん、だからこう家康が羨ましいって言ってたのも。うん ね、やっぱこうあの三河のあのね <laughs> まとまりみたいなのがやっぱ若干ね人、ね、にとっては多分ねないところだったんでしょうねえ<ー><ー>ビスクイがね,ね<ー>なえな <laughs> <ー> <laughs> やっぱね子供の頃から一緒にエビスクイしてきた中みたいなのは <laughs> <laughs> あのエビスクイの三河のノリはねやっぱちょっと羨ましいっていうのはあるんでしょうねいやーそうだねー だってね、出会ったときね、気付けられてたからね。いや、そうか。<laughs> <laughs> やっぱ必死でもう成り上がらないと明日はないっていね。そっからの戦いだったからな。必死でしたからね、秀吉さんもね。はい、まあそんなどうする家ス第38話のちょっとベストシーンを開けていきましょうか。 いや、まあ、34分だと思いますね。家康さんと秀康さんとの、まあ、止めに入るところというか、うん。あ種命がけですよね。強い行動のある、強い交流になっていますよね。良かったと思いますね。いや、そうですね。んかろうじて分かり合えるかもしれないというか、その孤独がね、分かち合えるかもしれない存在ですよね。<laughs> あー,ーこの辺、ギリギリね、なんかこう、駆け引きとも言わないんだけど、 戦いとそうですよね。別に100%味方なわけでもないしっていうところですよね。そうなんだよね、そうなんだよね。<ー>なんだったらちょっともちろん恨みも別にないことはないしってい。<laughs> <laughs> そこだよね。そうなんですよね。いやー、ちょっとやっぱここら辺が複雑で。 入り組んでて面白いってところですよね。やっぱでもやっぱりこうね、あの、ひ吉さんはひどさんでね、孤独だよな。うーん。ーそうですね。やっぱトップの孤独ですよね。これね。えー、いや、そして次回、あんたの火の音が。やっぱいいですね。引っかき回してくれますね、これね。 そうですね。ただ、うん、ではやっぱりこうね、いろんなところにやっぱ行かないですよね。そうですね。戻ってきますからね、やっぱね。いや、楽しみですね。楽しみだね。はい、<ー>ど,うどうぞ。ねぞねひ秀吉さんなんか最後ちょっとやばくなっちゃったもんな。<laughs> いや、あの、そうでしたね。 誰の子かみたいなね、うん。そう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 ,そう。はい。雑誌なんかこう、パタみたいなね。いや、そうですね。ついに。ねえ。ねえ。でも、そうしたら、そうしたでね、うもう、家康<え>様しかいなくなっちゃうもんね。ねえ。ねえいや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 。いや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 。ついに。<laughs> 天下が転がり組んで混んでくるのかどうかっていうところですかね、えーはい、またちょっと楽しみですね、えー、はいというわけで、はい、ドースリーエアの第三十八話でございましたありがとうございましたはい、はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録グッドボタンコメントスーパーサンクスぜひぜひお待ちしておりますどうぞよろしくお願いいたしますお願いします